おはようございます。日本で戦うために海を渡ってきた愛すべき助っ人たち、今回はアダム・リグスを取り上げていきます。1972年、アメリカ合衆国オハイオ州に生まれた本名アダム・デイビッド・リグスは、サウスカロライナ大学英検校を卒業した1994年、ドラフト22位でロサンゼルスドジャースに入団すると、それほど期待はされていませんでしたが、入団3年目にメジャー昇格を果たしました。しかし9試合の出場で思うような成績を残せなかったことから、再びマイナー生活を送っていた2001年、移籍したサンディエゴパドレスから MLB 復帰を成し遂げましたが、結果は変わらず、セントルイスカージナルスやメキシカンリーグ、アナハイムエンゼルスと複数球団を渡り歩く日々を過ごしていたのです。2003年の9月、メジャー登録枠が拡大された影響で三度一軍に昇格すると、地区優勝したチームメイトとともに勝利の美酒に酔いしれましたが、翌年は再びマイナー選手に戻りました。31歳と野球人生のピークを迎えていたリグスは、この年マイナーリーグで自己最高の打撃を見せると、異国の地から一通のオファーが届いたのです。アレックス・ラミレスとコンビを組み、打線の軸となる外国人打者を探していたヤクルトスワローズは、右方向へ流し打ちができてパンチ力もある中速強打型の内野手に白羽の矢を立てると、メジャーで通算61試合の出場にとどまっていた身長183センチ体重86キロの助っ人は海を渡ってきたのでした。最初は投手の攻め方が違いすぎて戸惑ったね。メジャーではシンカー、スライダー、チェンジアップくらいしか投げてこないから、ストレートを待っていて合わせればいいんだけど、日本ではほとんどの投手がフォーシームのまっすぐにスライダーやカーブ、チェンジアップにフォークボールと速いカウントから投げてきたからね。と、変化球攻めに対応できず、開幕は2軍スタートを余儀なくされます。彼がいなかったら3ヶ月以内に日本から離れていたと断言できるよ。常に私がポジティブでいられるように声をかけてくれたし、多くのアドバイスももらったんだ。日米両国でプレーした中でもベストチームメイトだと思っているし、兄弟のような存在なんだ。と、アレックス・ラミレスという最高の相棒に恵まれた助っ人は、少しずつ日本の野球に順応し始めた4月半ば、一軍に合流すると持ち味の手話な打撃を武器に才能の片鱗を見せ始めました。しばらくは代打での出場が続きましたが、7月にファーストの鈴木健が離脱して代役を任されると、7月31日の阪神戦で藤川球児から決勝本塁打を放ったほか、8月5日、6日のジャイアンツ戦では8打席連続安打の固め打ちを披露するなど、最終的に打率3割6厘、14本塁打を記録したのです。若松氏からプレイングマネージャー古田氏に指揮官が変わった翌2006年、バントをしない2番打者としてアレックス・ラミレス、グレッグ・ラロッカとともに F ブラザーズを形成し、142試合の出場で打率2割9分4厘にチーム最多の39本塁打94打点11盗塁と飛躍の年になりました。特に6月2日のオリックス戦で延長10回2アウトから放ったサヨナラホームランは日本で最高の思い出だと語り、2塁に青木がいて1塁は空いていたけど、私の後ろはガンちゃんだったからね、敵も私と勝負するしかなかったんだろうな。スライダーを左腕1本でスタンドへ運んだんだ。後ろにガンちゃんがいてくれたおかげだよ。と、感謝を口にすると、年俸2億3200万円の2年契約を勝ち取ったのです。リグスがホームランを打った試合の勝率は7割を超え、ダイヤモンドを一周して戻ってくると、お笑い芸人、猫ひろしの一発ギャグ、にゃーのモノマネを繰り出すなど、
名実ともにチームの顔となった助っ人は、チームメートからラビみたいなパフォーマンスをした方がいいと言われてね。何か僕に会うのを選んでくれって頼んだんだ。猫ひろしさん本人にも会えたし、みんな大爆笑してくれて嬉しかったな、と振り返りました。2007年は岩村の移籍もあり、中軸として期待されましたが、鼠径ヘルニア手術の影響から期待されたほどの成績は残せずにシーズンを終えると、オフに入っていた12月、MLB から驚きの報告が届きます。アメリカ野球界の薬物使用実態を調査していたミッチェルリポートにリグスの名前があり、エンゼルス時代の同僚バート・ミアディッチとブレンダン・ドネリーを薬物業者に紹介したほか、自身もヒト成長ホルモンや注入式ステロイドを購入した履歴があると発表されました。ヤクルト球団がすぐに本人に問いただしたところ、いかなる薬物を使用したことも購入したこともない、プロ入りした1994年から昨年まで毎年ドーピング検査を受けていて全て陰性だと完全否定したことから、2008年も開幕4番としてスタートを切ります。新しく就任した高田監督のもと、4月12日の巨人戦では2点を追う7回に値千金の逆転スリーランを右中間に放り込むなど派手な活躍も見せましたが、その後は極度の打撃不振から2軍に降格すると右太ももの痛みを訴えました。下に落ちたらすぐに足が痛いとか言い出して、やる気が感じられないと指揮官の逆鱗に触れた助っ人は、自由契約を公示されると翌年、不振のケビン・メンチの代役として阪神タイガース入団も取り沙汰されましたが、実現することはなく、ユニフォームを脱いだのです。帰国後はテキサス州ヒューストン郊外でプロアスリートが第二の人生を送れるようにサポートする会社や、大手ファーストフードチェーンデイリークイーンの店舗も経営するなど、実業家に転身した助っ人は、日本の4年間で自分と異なる文化や背景を持つ人々に共感できるようになったんだと、本業の二塁以外に一塁や外野も守れるユーティリティープレイヤーとして得意な守備を披露し、高い走塁技術と時折見せるガッツあふれるヘッドスライディングでチームに貢献しました。俊足で併殺が少なく打撃力も高いことから、真中や古田など監督経験者が理想の2番打者と評し、通算打率2割8分1厘、59本塁打、168打点の成績のみならず、外国人投手が投げている試合では率先して声をかけて励ますなど、数字以外の部分でもムードメーカー的な存在となったのです。本当に日本でプレーして正解だったな。私の人生で最高の4年間と言っても過言じゃないし、生涯の友達をたくさん作れたことが一番の理由だね。ナミと青木をキューバ料理のレストランに連れて行って、店内に流れるサルサミュージックに合わせてダンスを教えたり、毎日のように東京のあちこちを歩き回ったり、試合のない月曜日は地下鉄で知らない街を探索するのが好きだったな、と懐かしんだ助っ人は、今後日本でプレーする外国人選手に向けて次のような助言を送りました。日本でプレーすることは限られた人しか経験できない特権。感謝の気持ちを持って日本での時間を楽しんでほしいね。自分の能力を最大限に発揮することに集中し、メジャーとの些細な違いにこだわらないことが重要かな。自分でコントロールできることは毎日一生懸命練習してプレーするだけだからね。コントロールできないことを思い悩んでもフラストレーションがたまるだけさ、と。バントをしない2番打者としてチーム最多の39本のホームランを量産し、日本プロ野球在籍4年間で犠打は1本も記録していない背番号2は、若松監督も好きだったけど1番は古田さん、私にとって特別な存在なんだ。単なる一選手でなく一人の人間として気にかけてくれてね。彼はとても頭が良いから
どんな道でも成功しただろうな。今でこそエンゼルスがマイク・トラウトを2番に置いたり、強打者を2番に起用するチームが増えたけど、古田さんはずっと前からそれを実践し、打順は気にせず、いつも通りプレーしてくれって言葉をかけてくれていたんだよ。と、古田監督に心酔していた助っ人は、成功した理由として以下を挙げています。素晴らしい指揮官とチームメイトに出会えたこと。良い時も悪い時もファンが応援してくれたこと。来日当初からラミレスが面倒を見てくれたことなど、感謝を列挙した俊足の強打者は、どんなに自分が試合を決めヒーローになった時でも、後ろに彼がいたからラッキーだったね、とか、監督のサイン通りさ、など謙虚な姿勢を決して崩さなかった恐怖の2番打者アダム・リグス。いかがでしたでしょうか。これからも海を渡り、日本に衝撃を与えてくれた最強の助っ人たちをご紹介していきますので、ぜひご登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。